異常なしとは。俺の名前は周防大樹。どこにでもいる陰キャな高校生だ。もともとは水泳部に所属していたが、肩を壊してからいろいろあって引退。でも水泳が好きで諦めきれずに、室内型の温水プールで監視官のバイトをしている。今日も安全に一日が終わればいいんだけ。へえ、マジで？ありえなくない？だよね、ほんとないわって感じ。この声は…てかさ、うざみに彼氏できたってマジ？らしいよ、チャラ男くんって名前ね。へえ、ちょっと詳しく教えてよ。やっぱり一ノ瀬さんか。あそこでもたれかかっているのは一ノ瀬あゆみさん。同じ学校で同じクラス、そして美人ヤンキーとして有名な子だ。一匹狼でどこのグループにも所属していないけれど、喧嘩は強くて最強。異性相手にもひるむことなく立ち向かう。うちの学校ではひっそりとファンクラブがあるほどだ。もう垂れかかってるの危ないな。誰か注意しに。で、こういう時に限って誰もいない。いつもならランちゃん先輩がいるはずなのに。こういう時頼りになるのが先輩の天心ランさんなのだが。タイミング悪くて堪忍な。でもここで放置するわけにはいかないしな。怪我とかしたら大変だし。怖いけど俺が行かないと。あの、すみません。何？そこにもたれかかってると危ないですよ。は？危ないって何が？足を滑らせて転倒したら象に頭を打ちつける危険があるので。そんな間抜けなことするわけないじゃん。それでも危ないですので、おしゃべりするなら別のところで。だる。泣いたから別のとこ行こう。ここにいたらダメみたいだしさ。あの、もう危ないことはしないでくださいね。怪我したら大変なんですからね。とりあえず離れてくれたから一件落着かな。数時間後。そろそろバイト終わる時間だな。今日は家に帰ったら軽く筋トレして、それから。姫？一体どこから？あそこか。あゆみ、あゆみ、どうしよう、誰か。溺れてるのは一ノ瀬さんか。早く助けないと。あゆみ、あゆみ。一ノ瀬さん、わかる？まずい、息が。早く人工呼吸をしないと。絶対に、絶対に助ける。戻ってきて、一ノ瀬さん。あゆみ、よかった。とりあえず一ノ瀬さんを医務室まで運びます。あゆみは大丈夫なの？安心して、君たちも心配ならついてきてくれてもいいよ。でも一人は彼女の荷物を更衣室から取ってきてくれる？わかった。一ノ瀬さんを医務室へ運んだ後は救急車に来てもらい、病院へ搬送をお願いした。救急隊員の人に、彼女なら大丈夫、適切な処置をしてくれたおかげだと言われ、俺はやっと胸をなで下ろすことができた。それから数日後。異常なしと。さて、今日はもう終わりだし帰ったら筋トレ。おい、そこのあんた。あ、この声は一ノ瀬さん。用があるから面貸してほしいんだけど。用事って何ですか？いいから死のごの言わずに来いよ。ちんたらしてんじゃねえ。はい。俺、なんか不機嫌になることしたかな。心当たりがないんだけど。でも、こんな人気のないところに連れてくるなんて。もしかして、カツアゲされる？はい。なんでしょうか？あんただよな。あたしのこと助けてくれたの。はい、溺れてるところを助けさせていただきました。そうか、素顔で間違いないんだ。じゃあお前さ、責任取って結婚しろ。ちょっと待ってください、意味がわからないです。なんで結婚？どうしていきなりそうなったんですか？お前が私を助けたからだ。それで結婚ってぶっ飛びすぎてません？
私聞いたんだぞ。お前私にすっごいキスしたんだろ。人工呼吸です。口と口をくっつけた人工呼吸です。ファーストキスだった人工呼吸です。とにかく私の初めてを奪ったんだ。それなのに責任も取らずに逃げることなんてしないよな。ちゃんと私の恋人になれよ。そんなのいきなり無理です。親しくもないのに。お前に拒否権ないからよろしくな、スオ。こうして俺は言われるがまま一ノ瀬さんと付き合うことになってしまった。その日のうちに連絡が来て、今度の休みの日はデートをすることに。あまりの急展開に俺の心は混乱しっぱなした。そんな俺を置き去りにして、あっという間にデートの日はやってきた。悪い、待たせた。一ノ瀬さん、前に着てたのと違う水着だ。あ、いえ、全然待ってません。あ、そうか、あ、ならよかった。あ、それじゃあ早速行こうぜ。とりあえずウォータースライダーから行っとくか。あの一ノ瀬さん、距離近くないですか。俺の理性が限界突破しそうなんですけど。なんだよ、恥ずかしいのか。顔真っ赤になっちゃって可愛いな、お前。あんまりからかわないでください。俺こういうの全然慣れてないんですから。私だって慣れてるわけじゃねえよ。勘違いすんなよな。てっきり恋愛も百戦錬磨かと。ほら、いいから行くぞ。あ、はい。俺と一ノ瀬さんはその後思いっきりデートを楽しんだ。ウォータースライダーに乗ったり、流水プールでまったりしたり、他にも波の押し寄せるプールではしゃいだり、貸し出されてる水鉄砲で遊んだり。一緒にはしゃぐ一ノ瀬さんは噂の怖いヤンキーというより、ただただ可愛い女の子だった。一ノ瀬さんって怖くないのかも。数時間後。いやー、遊んだな。さすがに疲れましたね。ちょっと休憩しま。子供の声、どこから。ああ、あそこ。大丈夫？迷子になっちゃったのかな。パパもママもどっか行っちゃったよ。そっか、じゃあパパとママが迎えに来てくれるところに行こうか。パパとママ会える？大丈夫だよ、お兄ちゃんに任せて。一ノ瀬さん、この子を迷子センターに連れて行ってもいいですか。別にいいよ、泣いてる子供を放置するなんてできないっしょ。一人とか絶対怖いし寂しいからさ、早く連れて行ってあげな。そうですよね。よし、それじゃあ行こうか。一人でよく頑張ったね。もう大丈夫だよ。ありがとう、お兄ちゃん。どういたしまして。それじゃあ出発。30分後。迷子を助けるなんてさ、スオって優しいんだな。そうですか、あれくらい普通ですよ。だって困った時はお互い様でしょ。それをさらーっとできるのがすごいんだよ。もっと胸張んな、かっこいいよスオは。一ノ瀬さん。ねえ彼女、そんな冴えないやつと遊んでないで俺と遊ぼうよ。あ、なんだよいきなり。私はこいつと遊んでるの。そいつじゃつまんなくね。嫌がってるからやめてくれませんか。あ、なんだよ、俺とやろうってのか。そういうわけじゃないですけど、迷惑行為はやめましょう。うるせえな、陰キャは引っ込んだけよ。あれ、この人どこかで見たことあるような。引っ込むのはあんたやで。あ、ランちゃん先輩。迷惑行為はうちのプールでは禁止されてます。そういうわけでちょっとこっち来や。うわ、何すんだ、話せよ話せよ。大丈夫ですか。平気、ありがとう。やっぱりスオは優しいな。そうですかね。なかなかああやって誰かを助けるなんてできないよ。ほら、気分直しにデートの続きしようぜ。その後もしばらく遊び、一ノ瀬さんとの初デートは終了した。この日を境に俺と一ノ瀬さんは一緒に過ごす時間が多くなった。学校でも話すようになり、楽しい毎日が続いている。
そんなある日の放課後、テスト前ということで図書室で一緒に勉強をすることになった。あのさ、ずっと気になってたんだけど、スウオーって泳ぎうまいのになんで水泳部じゃないの？入ってたけどやめたんです。なんで？よくある話ですよ。プロになるのが夢で、小さい頃からずっと水泳をやっていました。中学校までは成績も良くて、自分はすごいって勘違いしてて、高校に入ると周りに上手い人たちが出てきて、焦って無茶をして肩を痛めてしまって、それでも練習し続けてどうしようもなくなりました。え、じゃあ肩は治ったんですけど、思うようにタイムが伸びなくて、それで選手として自信がなくなってやめたんです。でも泳ぐのもプールも好きで、諦めきれない自分がいるんですよね。だから監視官のバイトをしているんですよ。今からでも遅くないよ。え？やり直そう。私が付き合うからさ。でも、そんなに好きなのに諦めたらもったいないって。大丈夫、私がついてる。一人じゃなくて二人なら頑張れるだろ。一ノ瀬さん、一人より二人か。俺、もう一度頑張ってもいいんですかね？いいに決まってんだろ。そっか。じゃあ、もう一度向き直ってみようかな。おお、やってやろうぜ。一ノ瀬さんの言葉をきっかけに、俺はもう一度泳ぐ練習を始めた。最初は現役時代のタイムと比べ物にならなくて落ち込んだけれど、そんな俺を一ノ瀬さんは励ましてくれた。それだけじゃない。一緒に練習方法を考えてくれたり、差し入れをくれたりして、心も体も支え続けてくれたのだ。一緒に過ごす時間が増えるほど、俺は彼女のことが本気で好きになっていった。そんなある日、だいぶタイムが縮んだな。やっと現役時代まで戻ったって感じです。この調子でやっていけば。あれ、この前の子じゃん。やっほー、まだ陰キャとつるんでるの？いい加減やめて俺にしときなって。あんたには興味ないって言っただろ。そんなこと言わないでさ。だから彼女に手を出すのをやめてくれませんか？また陰キャがしゃしゃり出てきやがって。迷惑がってるの分かりますよね。ああ、分かった。そんなに諦めてほしいなら泳ぎで勝負しようぜ。俺、実は水泳が得意でさ。得意って。あ、思い出した。君、確か前の大会で優勝してた。どうだ？お前が俺に勝ったら彼女を諦めてやるよ。一ノ瀬さんの意思を無視してそういう勝負は。いいよ。一ノ瀬さん！私はあんたのことを信じてるからさ、勝ってくれるだろ、大輝。はい、もちろんです。ふっ、じゃあ決まりだな。数分後、叩きのめしてやるから覚悟しろよ。絶対に負けません。それじゃあ位置について、よーいドン。やっぱり早い。でもこの戦いは絶対に負けられない。一ノ瀬さんに勝つって言ったんだ。負けてたまるか。数分後、俺の勝ちですね。ちっ、この勝負は無効だ。無効。お前インチキでもしたんだろ。じゃなきゃ俺がお前みたいな陰キャに負けるわけ。お客さん、迷惑行為はご法度やって教えたはずやけどな。この声、一回だけのお灸じゃあかんかったか。えっ、あの時の。そんなにうちらとデートしたいなら事務所でゆっくりおしゃべりしたるわ。いやだ、来ないでくれ。ほな行きましょうか。いやだ。信じてたぞ大輝。一ノ瀬さん、俺絶対に負けたくなかったんです。大好きなあなたを取られたくなかったから。大好き？そうです、俺一ノ瀬さんのことが好きです。きっかけは何であれ、あなたを好きになりました。はあ、私もさ、きっかけは人工呼吸だった。小さい頃からばあちゃんに初めてを捧げた人と付き合うんだよって教わってたんだ。
だから大輝に付き合ってくれって言った。でも一緒にいるうちに中身もどんどん好きになっちゃったんだ。一ノ瀬さん、私二度も大輝に惚れちまった。だからさ、ずっと一緒にいてくれよ。もちろんですよ。それから俺は水泳部に復帰。一ノ瀬さんは俺を支えるために水泳部のマネージャーになってくれた。さすがに付きっきりとはいかないけれど、それでも二人三脚で部活に打ち込む毎日だ。ちなみにあの迷惑なナンパの人はプールを出禁にしたとランちゃん先輩が言っていた。そして月日が流れて数十年後、俺はプロの水泳選手になっていた。あゆみはスポーツドクターになり、奥さんとしても俺を支えてくれている。行ってきます。優勝してこいよダーリン。もちろん、あゆみのためにメダルを取ってくるから。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれると